はい、どうもタンタンです。こちらご覧いただいてわかるかなと思うんですが、キワヤさんからですね、ご覧の通りオールハワイアンコアモデル、こちらが入荷してまいりました。モデル名シンプルですね、 KS の HK、 こちらはソプラノサイズのハワイアンコアモデルで、まあ、ボディは、まあ、もちろんそうなんですよね。これ結構綺麗なカーリーのコア使っておりまして、ネック、はい、ネック材もハワイアンコア、そして指板もそうですね、そしてブリッジも全てがハワイアンコアで作られております。はい、ペグはこのゴールドの UPT のこのタイプですね。はい、キワヤさん100周年の時、19年か100周年の時に、オールハワイアンコアのモデルね、これスタイルで作ってたんですけれども、またそれをまあリバイバルという形でちょっとあの時よりも、装飾をシンプルにしたりなんかして、ちょっと価格も下げてという感じの今回は展開なんですけれども、やっぱり特に多分ネック材のネックのねハワイアンコアの問題があると思うんで、本数は結構限定される、作れる本数はちょっと限られるっていうことでございます。ものすごいカラッとした感じの音ですね。といった感じの一本でございますな。やっぱりね、このオールハワイアンコアならではのこの音の明るさとか軽さとか、ボディもすごく軽いですね。そういった特徴よく出ているんじゃないかなと思います。こんな感じ、はい、でよく見るとね、実はこれトップか、トップはねハワイアンコアでバインディングがされてるんですよね。非常にもう一体化してますけれども、一応バインディング付きとなっております。はい、ということでこちらキワヤさんからですね、今回発売されました、オールハワイアンコアモデル、ソプラノサイズですね、こちら KS の HK、 はい、ボディだけじゃなくてネックも、そして指板、ブリッジと全てハワイアンコアでできている、まあ、なかなかね、ここ近年だと貴重なモデルになってるんじゃないかと思います。ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。